やっとこういうものが出たかと。ホテルで無線 LAN ポケットルーターレビューにいただきましたけども、まあモバイルコンピューティングのスタイルはいろいろありますけども、例えばモバイル Wi-Fi ルーターですね。ただ地方とか行っちゃうとね、どうしても電波通じないことがあるの。 iPad 使えないとかね、あるんですよ。他にも iPhone、 iPod Touch、 そして携帯ゲーム機とかね、いろいろ Wi-Fi つなぎたいものあるわけですよ。なのにホテルから提供されてるのは1本だけ LAN ケーブルがあるって、そういうこと多いでしょ。ポケットルーターっちゅうぐらいでね、ルーターってこんな小さいの見たことないよ俺は。それでジェットさんも出張なんか行ってホテルで困るでしょって言われて、これ送っていただいたんですけど、まあ、早速試しましょう。これはホテルの LAN につなぐだけ。はい、この穴 LAN ケーブル刺すとこですね。でくるっと反対側回してマイクロ USB の端子です。電源供給用にマイクロ USB ポート、パソコンつなげたりね。あとマイクロ USB のスマホの AC アダプターも使えるみたい。で、そのマイクロ USB と LAN ケーブルは付属してました。よし。今回はエネループにつないでみました。たったこれだけで無線 LAN ルーターって、すごいよね。こちら我が家の無線 LAN ルーターですけども、このケーブルを抜きまして、このポケットルーターに挿します。はい、これで接続できました。でこいつの裏に必要なことは書いてあります。 MAC アドレス、 SSID、 暗号機などなど書いてありますね。もう準備これだけみたいです。であとは、パスワードをタッタッタッドン。はい、僕の YouTube見れてます。なんだ簡単。じゃあ iPad の方も接続してみます。じゃーん、 Twitter つながりました。実は裏に QR コードがあって、スマホのアプリから読み取ることができると。で僕はですね、 iPhone とか iPad とかで Mac とやり取りするのにクリップツインっていうアプリを使ってるんですよ。 Mac から例えばポチってやるとクリップボードの中身を転送してくるんですけど、こういう下書きとかをこう電車の中で打っといて、で iPad に送ったり Mac に送ったりとかね、重宝するんですけど、 Wi-Fi がないと使えないんですよ。メールとかね、Evernote 使うまでもないなっていう時便利なんだけど、 Wi-Fi が必要なの。まあ、そういう時にね、ホテルで無線 LAN 手軽に構築できちゃうと、本当に手軽だったけど、これあれば便利かなって。もっと言うと、うちの実家は有線 LAN しかなくて無線ないから、もう実家帰るたびにすっごい困るんですよ。そうね、これ実家に据え付けとこうかな。勝手に据え付けてこようかな。まあネットワーク周り僕非常に弱いんですけども。これ本当に簡単に繋がってびっくりしました。欲を言えば、これバッテリーを純正でなんとかできないですかね。パコッとバッテリーケースを作るとかね。そういうのがまた広がりがあれば面白いです。とにかくね、地方出張行くとね、怪しいんですよ、モバイル Wi-Fi ルーターって。これ、電波届いてなかったりすんだよ。もう、そういう時はね、これ、助かると思う。ホテルの LAN につなぐだけポケットルーターでございました。